日本大放送新シリーズスタート。ジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、新潟長野新幹線でゴー第1章。入手した鉄道乗り放題パスを利用して東京駅を出発。まず向かうのは新潟。乗車するのはこちらの2階建て新幹線です。うわー、階段もある。バーシーみたいね。下にも降りれる。あれ3階みたいだねこれそう、こっちは2階で、うん、こっちは1階建て。そう、私たちは今回はこれ。ハロー。はい、お待たせしました。はい、ナイスとミーチュー。ナイスとミーチュー。はい、日本フェンジョニー、ジョニーとアヤ、カメラマン、カメラマン。しまっちゃった、バイバイ。東京駅を出発した新幹線の車窓は街の風景から徐々に雄大な雪景色へと変わっていきます。そして75分後、最初の目的地ガーラ湯沢駅に到着です。どうだー、ガーラ湯沢駅。おい、今回どうだ。うん、東京駅から75分。東京の隣じゃん。そうよ、もう隣みたいなもんだけど、ここは一面の銀世界。おい、おいで。はい。この新幹線、2階建てや。面白いよね。僕は上が好き。うん。私はね、上から見上げる、見下ろすのも面白いけど、下からホームのところ、こう上を見るのも面白いよ。今ちょうど僕の足元を見る。そう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 、ね、うん、で風景見上げるの、なんか面白い、変わってる。最近は新幹線指定席の方が多いから、先に乗る前に予約した方がいいよ。え、自由席もあるんだけど、自由席だともう席がなくなったら座れないの、うん、でも指定席だったら事前に予約しておけば必ずここの席に座れる。予約？予約大丈夫よ。何が？ててパスいや、もうそれ予約で。乗り放題パスがあっても予約は自分でしなきゃいけない。誰もしてくれないよ、席の予約。じゃあどうで予約するの？インターネット。ああ、時代ですよ。もうインターネットで簡単に予約できるから、ちゃんと事前にやらないと座れないかも。ここ何かある？スキー場。スキー場どこ？そう、みんな金发板你的老友上海が。早年の上面有スキー場。 Yes、 ここは日本唯一の新幹線の駅と直結したスキー場があるの。超便利。すっげー、新幹線降りたらすぐスキー。イエーイ。じゃあドア開けたらすぐ、わー、スキー、おスキー、おスキー。大丈夫？39度。ファッシーわー。そんなわけはない。いくらなんでも新幹線降りてすぐホームでスキーできたら危ないでしょ。改札は抜ける。はい、はい、じゃあまず解説抜けるよ。いくよー。ガラガラガラガガガラ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 中国服务台。サワディカー、アニョハセヨー、インターナショナル。ハロー。ハロー。こんにちは。こんにちは。日本語もいけますね。大丈夫ですよ。你好。你好吗？こう、言うぜ、こう。ホーレイ。ホーレイ。ホーレイ。レイホー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 。ギアだ。じゃあレンタルギアですね、ここ。こちらの方はリフトなどのチケットを購入もしくは交換するところなんですよ。はい。あー、これは交換できませんよ。これは鉄道の乗り放題パスだからできないんだ。あ、でもしかしこれを表示することによっていろいろと割引はもらえますよ。割引？はい。どんな？例えばですね、何がやりたいんでしょうか。何がありますか。ソリ、スキー、スノボ、ショーボ、温泉、いろいろありますよ。リフト券とかゴンドラ券は大丈夫ですよ。大丈夫、含まれている。じゃあこのパッケージを1枚ください。はい。あれ、你你日本人嚟噶嘛？冇有优惠嘅，得外国人先有嘅。割引ないんだ。
もいいからください。無事にチケットを入手したら、いよいよスノーアクティビティ。誰もがスキーウェアや装備を持っているわけではないので、行くならこうしたサービスが充実しているスキー場を選びたい。レンタルレンタルレンタルコーナーレンタルコーナー。まっとうやんけ、なんかスーパーマーケットみたい。ほら見て、ブーツたくさんあるし、スキーもたくさんあるし、スノーボードもたくさんあるし、さらにここがすごいのは、毎年ウェアが最新型になるんだって。むさいなこうやって、好好で放水スキーでできればいいじゃん。 No、 スキーやスノーボードはファッションも大事ですから。そんなことあるの。そうだよ、やっぱりかっこよく決まってればスノーボードもスキーも早く上手くなるよ、自信ができる。あ、そうか。そうだよ、綺麗だったらいいね。綺麗だったらいい。でここは手ぶらで来れば全部貸してもらえるから。あ、はい、うん、もうこんな格好で来て、もう手袋まで全部貸してもらえる。じゃあやりましょう。メイワイイエーイ。いやなぁ、おやいやなぁ、俺あー、OK よ。喂、アブリブラハウ、ゴンドラ、まずはゴンドラ乗ります。ラムチェア。どうしてスキーウェアって着るとかっこいいんだろうね。それはね、スキーの魔法だよ。そうだよ、女の子来るとね、大体みんな可愛くなる。男の人もみんなかっこよく見えるんだよ。なんか大体恋に落ちそうな。そうそう、で、落ちて街で会うとどうなる。あれ、こんなだったのよ。これおかしいな。ハロー、リフト券。サワリショー、リフト券。リフト券1日乗り放題。おお、これで何度も滑れるよ。いいな。ゴンドラだ。ゴンドラはだいたい長距離移動だよね。これで一気に上まで上がります。たくさん雪あるそうよ。あると思うよ。はい、お願いします。ここスキー板の、はい、はい、どうぞ。はい、イエーイ。おお、急にジェットコースターみたい。おはよう、フェイヤー、やっ、イーサー。ちょっと怖い、ちょっと怖い。交渉興奮症。そうなの、初めて聞いたよ。あ、周り綺麗。わあ、ほらな、雪山。もうこれ、着いたところが結構高い位置にあるよね。結構雪ある。雪あるよ。湯沢はね、雪がすごいたくさん降ることで有名なんだ。こんなに近いのにね、東京から75分だったわよね、うん、あの日帰りもできるな。日帰りできるよ、本当に手ぶらで来て何にも持たないで、もう新幹線乗って来てスキー滑って帰る。ここのね、スキー場外国人すごく多くて、で初めて雪に触る人も、まあ香港人もそうなんだけど、タイとかから来る人もすごく多くて、ただ雪触るだけっていう人もいっぱいいるんだって。見て触るだけ。そう、だからもしね、スキーとかやらない人でも来やすいと思うよ。みんなそういう人いっぱいいるから。で、ゴンドラ乗って上行ってソリで遊んだり。だから雪観光でもできる。雪観光。雪山に囲まれたダイナミックな雪景色を眺めながら約8分の空中散歩。ゴンドラはゲレンデに到着します。うわー、じゃあ歩道すぎだ。歩道やれが。おじ、渋谷アイドル。いやー、東京から近いからね、本当に渋谷がスキー場になっちゃったみたいな感じ。どれジェネンの言えばいい。うん、ねえ、まず何する。早く滑ろうよ。ガイセクファンシーな。うわー、お腹すいた。そうだよ、たくさん食べて、後でたくさん遊ぶから。寒いとすぐお腹すくよね。さらうたせん。待って、スキー場ではこれは持ってちゃんと中入っちゃいけないんだ。あそこに置くの。はい、じゃあここスキー板の駐車場。はい、ペアのようで今無理無理。はい、大丈夫、これがスキー場のマナーなの。大丈夫、絶対大丈夫。 OK OK GO。 わー、中華大奮闘。いや、中大や。すごいね、わ、中大大これファンミーね。すごいよ、これ何。ジャンボカツ丼。私のはカツカレー。うまそう。スキー場はカレーが大人気だよ。それにスキー場で食べるご飯ってなぜかすごく美味しいんだよね。おちレチ。因为咁靓嘅景，食咩都美味しいな。わー、大パノラマ。わ、超好靓喎。どうしよう、あっち見ながら食べようかな。あ、いいよ。はい、景色見ながらいただきます。来週は
危ないぞ皆さん、危ないぞ、死んでしまうよ、死んでしまうよ、滑れてるよ、滑れて、危ない。はい、こんにちは。どうですか、スノーボード楽しいですか。楽しいけどできない。わっ、カウナをしてる場合じゃないよ。ジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、新潟長野新幹線でゴー。来週もお見逃しなく。